審査員の先生に聞いちゃいました。まあ、休みの日というか、まあ、設計をしていないとき、仕事をしていないとき、どんな過ごし方してるかなって考えたんですけど、まあ、料理をしていたり、散歩していたり、まあ、いろいろあるんですが、それでもやっぱり多分ずっと設計を、設計的な頭になってて、料理をするときでも、なんかどうやったら、今の、例えば自分だったり、料理を、これから食べてもらう人が、体調とか、好きなものとか考えながら、その場でこう、いろいろ混ぜて、こう、どういうふうに組み立てていけば、なんか美味しいって言ってくれるかな、とか、まあその料理一個とっても、まあ食材がなんかこういう、まあ葉っぱものだからあんまり炒めちゃよくないよなとか、なんかそういうこう一つ一つ自分が今まで持ってる知恵というか、なんか経験と、まああとはわからないことはなんかその場でこうパッと調べて、まあそれらをこう組み立てて、なんか出す。で、その建築設計の場合どうしても、やっぱ1年とか2年とかかかってしまうので、まあそういう意味ではそういう休日の過ごし方としては、そうやってこうより瞬間的に自分の頭で組み立てて、なんかこう結果を求めるというか、結果が出ることばっかやってます、はい、ちなみに好きな得意な料理は、得意な料理は本当なん別に何でも作ります。別に全然なんていうのかな、ちゃんとした料理は逆に作れないかもしれないです。なんかいろいろ考えてその場で作るっていうのが楽しくて やります、ね、はい。